ヒジュラ歴、ヒジュラ退院歴、ヒジュラ退院歴、またはヒジュラ歴は、主にイスラム教社会で使われている歴法。退院歴なので対応歴とは、毎年11日ほどのズレがあり、それが積み重なるため、暦は季節を反映していない。イスラム歴、イスラム歴とも呼ばれる。記念法は、ヒジュラ起源と呼ばれる。ヨーロッパではを略して、a h と表記する。 第二大政党代理人、ウマル・イブンハッターブが、預言者ムハンマドが真っ赤からマディーナへ、聖戦、ヒジュラしたユリウス歴622年を、ヒジュラの年と定めヒジュラ歴元年とする、新たな暦を定めした。なお、ヒジュラがあったとされる、正確な日付は、同622年7月16日、ユリウス通日194万8439日、である。 ヒジュラ歴は、クルアーン第9章36節冒頭の、本当に、アンダーのおもとで、1年の月数は、12ヶ月である。に基づき、日本の旧歴などの退院対応歴のように、ウルーズを置いて、季節ないし対応歴と合わせる、ということをしない、退院歴、純粋退院歴である。月は、約29.5日である1日持続に合わせて、 1>, 1ヶ月が29日の正の月と30日の王の月という大正月をおおむね交互に繰り返す。したがって1年はおおむね354歴日となるので、1年ごとに11日ほど太陽暦とずれる。このように季節を反映しないので、農事暦や財務暦としては不向きで、ルーミー暦、ユリウス暦をベースにした暦などによって補われることもあった。現在では、 イスラーム圏でも、グレゴリオ歴が併用されていることが多く、イラン、アフガニスタンなど、期限を、ヒジュラ歴元年に置く対応歴であるヒジュラ対応歴、主に、イラン歴と呼称されるを要する地域もある。グレゴリオ歴から、ヒジュラ歴への簡易換算式は、R イコールで、ヒジュラ歴から、グレゴリオ歴への簡易換算式は、C イコール622である。 グレゴリオ歴の2000年は、ヒジュラ歴では1421年に相当する。サウジアラビアなど、ヒジュラ歴を公式の暦としている国では、特許や著作権など法制度上の有効期限が、グレゴリオ歴で数えた場合よりも短くなる。例えば特許が15年間有効とした場合、グレゴリオ歴のそれよりも、特許の有効期限が165日ほど短くなる。なお、 単陰対応歴の多くが1日、サクソラの月が一番欠けた状態を月の始めと、するのに対し、キジュラ歴は、三日月状の細い月が最初に見える日を月の始めと、する。月名のうち、アラビア語、アラビア文字による名称は timesprayer.com と、ダンスクイージプティスクセルスコープ、アルファベットによる名称はカシオ高精度計算サイト。 ポリーリンガル及びザムアル。キューラーカレンダーオブサウディアラビアコンバーター。略称は、日本貿易振興機構と、英字ロー、意味は、暦のページのウェブサイトによる。カタカナによる名称の出典は、出典別の月名の一覧として示すが、月名と祭礼の表では、その一部を改変しているものもある。なお、第1月、第7月、第11月、第12月の4つの月は、 聖なる月とされる。預言者ムハンマドが現れて以降、月と季節の関係は断ち切られた。そこで行われたのが、ウルー調整を禁じることであり、純粋に天体の月に頼ること、そして信頼できる目撃者が夜空に新しい月を観測た時に月を始めることであった。予測不可能な観測に基づいた暦が天文学には無益であるため、 一つの理論モデルが考え出された。それは、奇数の月が30日、偶数の月が29日あり、全部で354日となるものである。1日持ち月は、実際29日と半日よりも少し長いため、そのモデルにおける1年は12のが月期分20.36708日分、つまり8時間48分36秒よりもちょっと、少ない値分、足りない。 それを補うために、年によっては、最後の月を29日ではなく30日としている。この追加日は、現時点、30年周期で11回、すなわちに、5、7、10、13、16、18、21、24、26、29年目に置かれている。追加日のおかげで、不足分は0.0124日。 イコール17分51.36秒までに縮まっているが、イスラムの歴史を通じこれが統一的な習慣になったことはない。フォーミュラ1をヒジュラ歴元年からの追加日、ウルービーの累計回数とし、フォーミュラ2を追加日が挿入される年、順年とすると、床関数と天井関数を用いることで、以下の数式が成り立つ。実際、 フォーミュラ1を1から十二1 1まで増加させると、フォーミュラ2の値は、上記と同じく、となる。一方、ヒジュラ歴での年数をもとに、ヒジュラ歴元年からの追加日、ウルービーの累計回数を求めるには、前者をフォーミュラ後、後者をフォーミュラ6と置いたとき、床関数と天井関数を用いた。という数式を使えばよい。以下に、 ヒジュラ歴と、西暦、グレゴリオ歴の対象表を示す。ヒジュラ歴において1日は、西暦のように午前0時から始まるのではなく、日没から始まる。したがって、表内の日付は、正確なものではなく、概ねその前日の日没から始まるものとして、考える。地域や、宗派などによっては、1日あるいは2日程度の誤差があり得る。5、おさむき。